ずっと一緒にいようね。でこういったいろんなこの記念日みたいなのが登録する予定でして、まあ、これが誕生日ですとかクリスマスとか、まあ、そういったイベントに合わせて、感動が変わるような、似合ってるかな、ちょっと変身シーンしちゃいましたね、まあ、これ実際夜になると、自動的に着替えたりするんですけど、まあ、今回のデモではもうこのタイミングでパジャマに着替えて、最後まあ日記を書くっていうようなモーションに。なります、うん、これ実際機能としてもこの記念日とか何かしらイベントが発生すると、まあ、その日の思い出みたいなのを記録して、それをマスターも読めるようになります。まあ、スマホ、まあ、このスマホ上から、この日記も見れたりして、まあ、2人の思い出がこう蓄積されているのが楽しめるといいなと思ってます。ライフログみたいな、まあ、それに近いですね。まあ、それのよりなんかこう、思い出の日みたいなものに近いんですけど、でもやりようによってはそういったライフログみたいなのができますね。今日何時に帰ってきたとか、もう全部記録はできる、ログは取れるので。